手が凍るんですよ。半端ない。私ね、来週からねカイロプラクティック行くことに決めました。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。今日はね、またありがたいことに Facebook ページの方からリクエストをね頂戴しました。ちょっと読ませていただきますね。いつも YouTube 楽しく視聴させていただいています。ありがとうございます。動画がすごく参考になり、いつも欠かさず見ていますとね、調子乗っちゃいますよ。以前 M シャーシのタイヤのお話がありましたが、タミヤのツーリングのタイヤも解説をお願いしたいですと。種類が多く結構分かりにくいと思うのです、よろしくお願いしますということですね。なるほど、まあ、ちょっとどういうフィールドで走らせるのかとか、レース前提なのか始めたばっかりなのかちょっとわからないので、とりあえずこれから、ね、ラジコンを始めようという方とか、まあ、始めたばっかり、まだ右も左も前も後ろもわからない、ね、始めたような始めたいと妄想してる方ね、そういう方のためのそうですね、ツーリンカー用のタイヤ選びというか、タイヤの種類と考え方についてね、私なりにちょっと解説させていただきたいかなと思いますね。じゃあそうですね、じゃあ、XB タミヤのねエキスパートビルド XB のツーリンカーを買いましたと、もしくは TT02 のキットプラスファインスペックのね、買われましたと、ね、そういう方ですね。まずじゃあね、どういうタイヤを買ったらいいのか。じゃあまずね、いきなりサーキット行く方も、まあ、いらっしゃると当然思うんですけど、まずはその辺のね、駐車場とかね、でやってみたいです。ちょっと動かしたいですよね、やっぱりね。そのね XB のに最初からついてくるタイヤって、まあ、グリップ力もほどほどでね、中にねインナー、まあ、実車でいう空気圧に当たるものですが、これも入ってないんですね。でもね、意外にそれ結構ね運転しやすかったりするんです。これ理由は、ついているショックね、ショックがですねオイルダンパーじゃないんですね。そして、まあ、スカスカなんですよ。そしてバネもすごく硬いのが入ってるんですね。なので、いきなりねハイグリップタイヤを履いてしまうと逆に運転すごく難しくなるんですよ。本当ですよ。高いねタイヤっていっぱい売ってるじゃないですか。なんですけど、最初はおすすめなのはこれです。じゃーん、 SP1023 ミディアムナローレーシングラジアルタイヤ、これがね、非常におすすめです。これねラジコンやってる、結構やってる方ならもうあのねタミチャレの指定タイヤなんで、すごい馴染み深いと思うんですが、これ実は初心者の方に最もおすすめしたいです。理由はですね、まずはねグリップがそこまで高すぎじゃないんですね。グリップ高すぎるとさっき、お話した通り、ショックね、がオイルが入ってない、減衰が全然ない状態、バネが硬い状態でハイグリップのタイヤを履いてしまうと、もうすごい動きが唐突になってしまって運転めちゃめちゃ難しくなるんですね。なので最初のあのショックの状態だと実はあのグリップ力も低くてインナーも入っていない、タイヤ、ね、それを駐車場で走らすにはねすごく運転しやすいバランス取れた、ね、状態実はなっているんですね。でそこでもうワンステップっていう話になると、もうちょっとグリップ欲しいなとかね、タイヤなくなっちゃったからあのラジコン屋さん行ってね、タイヤ買おうっていう方ね、ぜひこのラジアルタイヤ買ってください。なぜかというとこのインナーもねモールドインナーっていう硬いインナーではなくってスポンジのインナーが入ってるんですね。なのでそこまでタイヤに負担がかからない、面圧がかからないので、非常にそれでもねキット付属のタイヤと比べると大幅にグリップ力アップします。すごい動きもね速くなるので、もしかするとね走らせる環境によってはこれでも運転が難しいってなるかもしれないですね。ですが、まずねステップアップというんであれば、ぜひこのラジアルタイヤを選んでください。これねお値段もね買いやすいですね、まあ、今ちょっと定価のお話しますが、
550円なので、2セットで1100円プラスホイールですね、まあ、ホイールも約500円ぐらいでしょうか、まあ、実売安く手に入るなら1200、300円ぐらいでね、全部揃うんじゃないですか、ワンセットね。でよく聞かれる質問として、これ溝付きのラジアルタイヤなんですね、どこまで走れるんですかっていうご質問よく聞かれるんですけど、これはね、擦り切れて中のスポンジが出るまで走れます。ただし走り始めが一番グリップは高いです。当然もう減っていって、もう溝もなくなっていくとグリップは落ちていきます。どこで交換したいかっていうのはもう各自の判断になりますね。走れる走れないの話だと、もう破れて中のスポンジが出てくるまで走るのは走れます。その状態になってもきっと標準のタイヤよりはグリップが高いはずですね。で、まあね、友達なんか何人かでね、競争しようってなった時にこのタイヤをね、みんなで選んで、一人の人はね、タイヤがバリ目だと、ね、バリ目っていうのは全然目が残ってるってことですね。でもう一人の人は、もうスリックタイヤになっちゃった、坊主になっちゃったってなると、ほとんどのシチュエーションの場合では、そのね、ラジアルのね、目がいっぱい残っている方が当然グリップ高いので、まあ今日友達に負けるわけにはいかないんだという時にはね、新品を下ろしていただくとか、なんかそんな使い方でいいんじゃないでしょうか。続いてちょっと用意しました、タミヤのねタイヤ、まあ、タミヤのタイヤはね、日本中どこの模型屋さん行ってもね、一番手に入りやすいんじゃないかと思います。その中で一番代表的な競技用タイヤですね、3つ揃えました。1つは、タイプ B3 タイヤ、そしてタイプ、GPA タイヤ、そしてタイプ C タイヤの3種類ですね。これそれぞれね、特性が全然違います。ですので、もし、ね、サーキットで走るとか、そうですね、もしオイルダンパーも組み込んで、タミヤのイエローバネとか、もうちょっと柔らかいゴールドバネとかね、そういったぐらいつけて、さ、結構頑張ってみんなで掃除した駐車場とかだと、そうですね、これも結構いいかもしれませんね。結構使えるようになってくると思いますよ。じゃあまずね、順番にいきます。この B3 タイヤ、これはですね、超高温用タイヤです。高温用っていうのは後ろにも書いてあるんですけどね、私の感覚だと相当高い温度じゃないとダメです。なので真夏とか、あとね、まあ秋も深まってもすごい日差しが強い、もう直射日光が当たっている路面、そして、まあ、春先とかね、でも直射日光5月ぐらいとかね、ですごい暑い路面でも、ちょっとね、もう本当に一番暑い時じゃないとこれはグリップしないと思います。本当にめちゃめちゃ暑い時ようです。もう地面、路面をね、指で手のひらで触ってみたら、あちーいうぐらいのね、そのぐらいの時にちょうどいいタイヤとなってますのでね、ぜひ使い分けてください。そして続いて、GPA タイヤ。このタイヤね、非常に優秀です。もともと多分ね、エンジンカー用に作られたのかな、GP って書いてあるぐらいですからね。で、これね、温度帯特に書いてないんですけど、温度帯めちゃめちゃ広いです。すごいね、まあ、本当に冷たい時はダメですよ。本当に、まあ、多少生ぬるいなっていう路面からかなり暑いな、相当暑いなっていうところで幅広く使えるタイヤ。しかも他にね、競技用のタイヤってね、各メーカーからいろんな競技用のタイヤ出てるんですが、まあ、それにかなり匹敵する、そこに近いぐらいのね、適度ないいグリップをする、速く走れる、すごくいいタイヤですのでね、まあ、お値段も一番高いですよね、やはりね。で、形状もね、こうポヨンとラウンドしてるんじゃなくて、ちょっと平たいんですね。なので、なんていうんですか、面圧がね、かかりにくくて、かなり、オールラウンドな路面でね、使いやすい、タイヤになってますので、まあ、ここ一番でね、競争する。そして、足回りにちゃんとオイルダンパーが入っているとね、いう状況でしたらね、ぜひこの GPA チョイスしてください。ものすごくグリップ高いですよ。そして、最後ね、タイプ C タイヤ、これはね、カーペット路面用です。カーペット以外でこれ使えるシチュエーションってあったかな、多分ね、あ、そうそうそう、これね、エンジンカーがすごい走っているサーキット、
ね、でも使えます。まあ、基本的にはカーペット路面用のタイヤですが、エンジンカーがすごいたくさん走ると、ま、路面真っ黒になって油がすごい乗ってオイルサーフェス路面っていうようになるんですね。そうなってくるとこの C タイヤの出番です。まあ、これはもう本当サーキット専用と思っていただいてもいいですね。この3つのタイヤ、ぜひ使い分けてください。そしてね、この実はね、このタイヤね、タイヤだけじゃダメなんですね。タイヤとホイールだけじゃダメなんですね。こういったモールドインナーというのが必要になります。タミヤさんからね、3種類の硬さが出てますね。ミディアムナローのサイズです。ナローサイズというのが26ミリ幅、ミディアムナローというのが24ミリ幅なんですが、もう今日日ね、ほぼほぼ特殊な状況を除いてこのミディアムナローというのは主流になりますので、まあ、この3タイプ、そしてインナーもこの3タイプから選んでもらっていいと思います。これね、ソフト、青色がソフト、グリーンがミディアム、そして黒いハードですね。これどうやって使い分けようっていう話ですよね。これ最初悩むと思いますし、難しいと思います。そうですね、グリップで行くのか温度帯で行くのかという話になりますが、じゃあもうあくまでね、じゃあここで、じゃあ GPA タイヤに絞っていると仮定しますね。他のタイヤがないと、 GPA タイヤだけで走っている。そしてじゃあ温度帯のお話でいくと、すっごく暑くなってしまった、路面がねめちゃめちゃ暑い時に GPA タイヤしかないという状況なら、このハードインナーとかを使います。ただしハードインナーめちゃめちゃ硬いので走れる時間帯とか状況ってすごく狭いんですね、限られてきます。なのでよほど特殊な状況じゃない限りハードインナーは使わないと思ってください。あとね、グリップがめちゃめちゃ高い状況、ものすごいグリップ高い、多分駐車場だとねその状況までまず上がらないので、駐車場であってもこのブラックはまず使わない、ハードは使わないと思ってください。次にね、ミディアム、ミディアムはね、悩んだ時はミディアムにしてもらっていいと思います。温度帯もね、そこそこ広い温度帯で使えますし、グリップもね、いろんなグリップ帯で、かなりいい走りをしますので、使うことが一番多いかもしれませんね、このグリーンです。そしてソフト、これはどんな時に使うか、そうですね、温度帯は忘れましょうかこれちょっと難しいんですよね。すごいいろんな兼ね合いがあって、今、こういう時にはこうだって断言してしまうと、そうじゃないシチュエーションも実は結構ありまして、あまりね、いい加減なことを言えない、いい加減というかある程度分かってるつもりなんですけど、この動画でね、お答えはちょっと難しいんですね。なのでソフトインナー GPA タイヤでどういう時に使うといいか、グリップが低い時にね使っていただくとおおむねいいんじゃないかなと思います。あとね、あ、そうね、このね、ブルーのインナーを使っていて、タイヤのスキール音、キュル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 っていうね音あるでしょ、あれがすごい鳴っている時で、あまりねラジコン、まあ、多分実車もそうかな、タイヤのスキール音が鳴るっていうのはあまり良くないんですね。グリップが逃げていたり引っかかっているっていう状況になるので、速く走れないことが多いんですね。まあ、絶対とは言えませんけど、ですのでタイヤのがあまりにも音が鳴いているっていう状況の時にこのグリーンにしてあげると、そうですね、結構スムーズにね音も減って、スイスイっと走れるようになるんじゃないかなと思います。タミグラとかを想定する屋外がねなってくると、これ難しい話ですね、路面状況があまりにも変わるんでね。なので、まあ、とりあえず最初買うのはミディアムにしておきましょうね、大きな話はないと思います。そしてじゃあ C タイヤでのインナーチョイスですね。これはもうカーペット、ね、前提でのちょっとお話しさせていただくと、
冬場、ね、冬場でグリップが低いなとか湿度が軽いなっていう時にはソフトインナーとか、あとグリップ剤禁止の路面でね、全然グリップしないんだっていう時にはこの青いインナー、ソフトインナー使っていただくとタイヤの食いつきが良くなると思います。さっき言ったように音がすごい鳴いて車止まっちゃう、ギュッギュッギュッとね、車もすごい止まっちゃうんだっていう時にはミディアムにしてあげる。そしてうちのガガラのカーペットコースに特化して言わせていただくと、うちはね真夏の暑い時かつ湿度がすごい高い時はもう本当にタイヤが鳴くし、めちゃめちゃグリップ上がっちゃうんですね。そういう時にミディアムでもすごいタイヤ鳴いちゃって車失速するんです。そういう時にはハードを使う時が1年のうちに1ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらいいい時あるかなっていう時がありますね。まあちょっとねインナーのチョイスは難しいので、最初悩まれた時はミディアムで、そしてもしかして人を出し抜けるかもしれないなっていう時にはソフトなんかを試しにチョイスするっていう、まあ両方持ってるっていうのがねベストですけどね。でこれもタイヤはね基本的に新しい時は一番グリップします。古くなってくると、どんどんグリップ落ちていきますのでね、替え時というのはまあご自分で判断していただくしかないですね。もちろん状況によってね、グリップが落ちてきた方が実は車のバランス良くなってきて速く走れるって状況も多々ありますのでね、一概に新しいタイヤが一番速いと断言するものではないです。ちょっととりあえず、超始めたばっかりのね、初心者の方に向けてのタイヤの、お話はこのぐらいにしておきましょうかね。もしもうちょっと突き進んだ、タミグラでのチョイスの仕方とか、こういうシチュエーションでこんなタイヤのこんなインナーが欲しい、どう考えたらいいのかっていうご質問がありましたらね、それはまた言っていただければお答えできることであればお答えしたいなと思います。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。